こんにちは、ココクル先生です。はい、はい、ですね、今回は皆さんがよく使うこのよく百均なんかであるこういうこのビニールみたいな袋と、あとこういうワイヤー、こういうのセットをよく使われると思うんですが、特にプチギフト、はい、こういう時にですね、こういうお菓子をこう個別にいろいろ入れて、ちょっとひと手間かけてもう少し可愛く和紙で可愛くするというラッピング、こんな感じのラッピングをやってみようと思います。一緒に頑張ろう。それでは、材料です。100円ショップなんかにありますこの透明の PP 袋、このタイ付きの、こうタイってこのワイヤー付きのセットですね、はい、こちら。そして今回この重ね刷り市松の桃紅色、こちら、はい。そして中に入れるお菓子とハサミとカッターを準備してください。それでは、このPP 袋、この透明の PP 袋に合うサイズ、それぞれ大きさがいろいろ異なると思いますので、だいたい紙取りの目安っていうのをお伝えします。このちょっと見えにくいですが、この PP のこの幅ですね、幅より少し、そうですね、1センチぐらい細くで、この PP のこの縦の長さよりも少し余計目、これが倍っていう感じで取っていきます。で、重ねるとだいたいこの幅がこれぐらいの感じで、ここからこの PP の少し上ぐらいのこの倍という感じで取っていきます。じゃあまず縦を決めますね。場所が分かったら、ここをひとまずカッターで、はい、切り離しました。はい、切り離したらこの高さの少し上なので、このくらいで、ここで印をつけて、この倍なのでここまでで、ハサミで切ります。はい、で一回重ねてみますね。この袋に対して折り目が底になるイメージで、こういう感じ見えますかね、こういう感じで紙取りをしました。カットができたらこのまま包んでも可愛いんですが、ちょっと今回はバレンタインにお友達にあげる友チョコという感じをイメージ して作りますので、この上の部分、ハート、こういう感じですね、ハート型に仕上がるようにカットしてみます。で、この2つ折りにしたもの、こっちのこの折ってる方、これが底になりますので、この上2枚重なってるこの上をですね、折ったままの状態で縦半分に、上の方だけちょっと少しこういう風に折っておきます。はい、で、こっち中心になりますので、中心から外に向かってカットします。ここはですね、ハートだからといって別にハート型にする必要はなくって、上の方だけをに
こういう感じでカットしました。で広げるとこういう感じになります。はい、次にこのピーピー袋、こちらにお菓子を入れます。ちょっと横に並ぶぐらいがいいのかな、ね、かわいい、かわいいマシュマロ、こんな感じで入れました。はい、じゃあかけていこうと思いますが、これちょっと2個でやってみようかなと思ったんですが、ちょっとこちら上の余白が少ないので1つのけます。で、だいたい目安としまして、この OPP のこの袋のだいたい半分より下ぐらいにお菓子が来るように入れると綺麗にラッピングができます。では、こういうふうに折り戻します。はい、で、お菓子の少し上、このあたりでくちゅくちゅっと。絞ってワイヤーを一度 U ピンのように曲げて、後ろから前にかけて、これをちょっとですね、そのままくるっと回すよりも少しグッと OPP の方にこうしっかり寄せるイメージを持ってくるっと回し止めます。で、ここがしっかり止まらないという時はですね、ワイヤーを回すよりもこっちの袋の方を回すとよりしっかりと止めることができます。それではこれワイヤーもしっかり止まったので整えます。こうシワになっている部分を中から手を入れて、で上のハートもしっかりハートが分かるように紙の部分をちょっとこう開いてみると、後ろもですねちょっと可愛く開いて、このままでもいいんですが、少しこの紙の部分だけをちょっとあっちとこっちにこう左右に分けると2つのハートっていう感じで出来上がります。いかがでしたか、このプチギフト、ね、プチラッピング、ですね、この上のカットを少し変えてみたり、これをハートにしましたが、ちょっと長めに切ったらこのうさぎ、ね、みたいになったり、上の部分をちょっと、これはうさぎのこれ、こっちが顔でこっち耳なんですが、こっちは下が体で、この上の方が猫、後ろもちゃんと尻尾がとかですね、あとこのかけなくてもですね、後ろの方だけ袋の中に入れて前のこのプレゼントをしっかり見せたり、こうやってシールを貼って楽しんだり、そしてワイヤーのかけ方もちょっといろいろアレンジで楽しんでみてください。で、中身がね少しちょっと見えるっていうのもちょっと可愛いところ、このラッピングの可愛いところです。ぜひチャレンジしてみてください。この動画で紹介しました材料はレディーリサ YouTube ストアにて販売しています。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ラッピングコーディネーターのココクルこと田原明美が和紙を使ったワンランクアップのラッピングをご紹介します。簡単な包み方や暮らしに役立つ和紙のアレンジを提案します。ぜひ参考にしてください。